イド・ドブローニュは、ブローニュクウスタシュ2世の日、カール大帝の子孫にあたる。シモロレーヌ公古道フロア3世の子、ローマ教皇ステファヌス9世の命にあたる。彼女は、その信仰心と、慎み深さで劣服された。生命祝日は4月13日である。マンステールビル残州動員で教育を受けたイドは、17歳、1056年頃に、ウスタシュ2世と結婚した。 夫妻には優れた子供三人が生まれ、ウスタシュとイドはキリスト教教育を授けた。大いなる信仰心から、彼女はベネディクト会のノートルダムド、ベック修道院院長であるカンタベリーのアンセルムスの精神的な指導家にあった。彼らが交わした書簡の一部が現存している。彼女はしばしば十字軍に参加している息子ゴドフロアの文を祈り、聖地の聖遺物を受け取り、 息子の保護下にある数多くの修道院に寄進した。1087年に夫が死ぬと所領と財産の管理は井戸に託された。彼女はこの資産を使って貧者を助け、教会や修道院を建立、または修復した。特に自らが学んだマンステールビルザン、ブローニュのノートルダム教会、サン、ブルメール教会が知られる。多くの修道院がピカルディに建設され、 そのうちの一つ三バースト修道院に井戸は埋葬された。一体は何度も移転を繰り返した後、最終的にバイユーのベネディクト会派修道院に埋葬された。1478年、ルイ11世は井戸をブローに及びその白寮の守護人とした。ありがとうございます。